こんにちは、2月8日じゃなくて12日の、世界の終わりの学びを始めたいと思います。今日は世界の終わりの本の38ページ、反キリストの迫害の時代というのをもう一度ここからもう一度ここ一パッと言いましたけどもう一度やっていくということになりましたので学んでいきたいと思います。ではお祈りをします。天のお父様、世界の終わりの学びですが、あなたが真の教師として生きた学びを与えてくださって、これからの時代に対する正しい理解と備えができるようにしてください。イエス様にお願いいたします。アメン。それではよろしいですかね。なんか、ね、世界の終わりではなくて歌詞を見ながら授業を受けている方いらっしゃいますけどもあのなんかね、暗黙の反抗みたいですね。反抗期には随分ご年配なんですけどね反キリストによる迫害の時代ってところから見ていきたいと思います。この反キリストに関して覚えてますよね。7年ね、中東和平から始まる、ね、3年半、ね、こっちは大観覧時代ね、3年半3年半のね、ここで景気があって、まあ、上からは空中再臨、景気があって地上再臨ね。で、この後半、反キリストはこれ締結するんですけど、後半の3年半、反キリストは、もう権威が大きくなるということを言いましたね。で、これでこの時にローマ帝国が完全に復興していくと。この反キリストに関して、旧約のダニエル書やデカリア書でも触れられている。ダニエル書やデカリア書もできます。かなり重点を置かれているのが分かります。この反キリストは、全世界を支配するようになり、また聖徒に打ち勝つとありますから、反キリストは全世界を支配し聖徒に打ち勝つとありますから、クリスチャンを迫害し皆殺しにすると、ね、そして一時的に城勝利を受けることになります、まあ、一時的ですけどね。また42ヶ月の間、つまり3年半ですけど、活動する権威を与えられてとありますから、42ヶ月つまり3年半、観覧時代の後半、大観覧時代において特に猛威を振るうことになります。後半の3年半に反キリストはもう非常に大きな猛威を振るうというわけですね。ですからこれからクリスチャンは大変です。迫害の時代を迎えることになるからです、ね、特に景気から漏れてしまったクリスチャンは大患難時代に入ることになり、より厳しい迫害に直面することになります。景気に漏れたら大患難時代です ね。今はあくびですいますけど、その時は激しい迫害が待っておりますのでで、忠実にやっていれば恐れることはありません。軽挙されますから。ただ軽挙は万が一燃えたらいつも言うように道を拝むことと刻印を受けることを拒否してください。殺されます。でも殺されたら、永遠の天国に行けて、かつ千年王国では王様になれます、ね、だから残ったって落ち込まなくてもいいわけですね。反キリストの道を拝むことを拒否して国民を受けなかったら殺されたんですね。で、もちろん大観覧時代のクリスチャンは景気国クリスチャンになったものも含まれますが、景気から漏れたクリスチャンが中心となりますね。景気の後にクリスチャンの人もいるだろうけれども、中心は景気の前からクリスチャンになった人はなるんですね。ダニエル書の12章には、それは一時と二時と半時である、聖なるための勢力を打ち砕くことが、終わった時とありますから、神の勢力が打ち砕かれてしまいます。具体的に言えば皆殺しになってしまいます。旧ロマの時代前半は大変な迫害と殉教の時代でした。悪も再びで、これから来る新しいロマの時代にはさらに大きな迫害と殉教の時代となるでしょう。日本でも400年前から明治時代初期の時代に至るまで30万から100万とも言われる殉教者を得た迫害の時代を通りましたが、それを超える迫害の時代となるでしょう。その時代に残されないため、私たちはフィラデルフィアの教会を目指し、景気を目指しましょう。教会としてね、フィラデルフィアになることによって、景気をされる教会となる。ただ、フィラデルフィアにいても、忠実にやってないとね、残ることありますけども、そこですね。で、そのことが書いてあります。ダニエル書の12章に一時と二時と半時であるって書いて、確か書いてあるんですね。まさに、ね、そのことを言っているところです。
かなり厳しい状況が勝っておりましたけど、おそらく親の時はもっと厳しい、何度も言いますけど、殺すことを目的としない、転ばせることを目的とする迫害殉教、あの迫害拷問というのは非常に厳しいと思いますね。一瞬にして殺さないっていうかね、これはあの最も残酷だと思いますけど、そういうのが勝っていっぱいあったんで、それが、まあ、そういうことが復活してくる可能性があると思いますね。だから祈らないで、主に頼らないでは超えていけない、ね、忍耐強い、また我慢強い人でもやっぱりこの終わりの時の迫害には耐えれないと思います。だから耐えれるなんて思わない、頑張ろうとも思わない、もう鼻から耐えれないって認めて神に祈ることですね。そして反キリストとも偽キリストのことが出てきます。偽キリストとは誰かってことなんですね。39ページ、さてこの迫害にはもう一匹の獣、偽キリストが絡んでいるものと思われます。偽キリストはとは反キリストを助ける宗教的リーダーのことです。これね、偽キリストは宗教的リーダーで反キリストを助けるんです ね。反キリストを助けるのは偽キリスト、あれ、反キリストを助けるね、宗教的、宗教界のリーダーだと思われますね。で、彼はとなり世界的な権威を持った宗教者として反キリストを礼拝の対象とし人々を拝ませます。また霊的な印、不思議な技を行います、ね、反キリストを拝ませる、ね、そういうことをすると。そして、まあ、偽キリストはね、その宗教的リーダーとして反キリストを拝ませ、そして不思議な技を起こしてみせるということですね。だから不思議な技を見たからといって信じないようにね、見分けが重要ですね。何十年か前、ユリ・ゲラーという人が注目を集めました。ユリ・ゲラー古い人になっちゃいましたね。ユリ・ゲラー分かる人いますか？はい、さっと手が上がった人とうなずいた人と知らんふりをした人で分かりましたけども、ユリ・ゲラーっていうのはね、まあ、ちょっと前に流行ったんですね。英語のね、こうスプーン曲げる人なんです。ポイッと投げたら曲がったりして ね。で、人々の目の前で超能力と称してスプーンを曲げ、止まった時計などを動かして見せたのです。インチキという人もいますが、私は霊的な力を感じますので本物と思います。本物というのはね、悪霊の、ただ超能力ではなくサタンによると思います。この偽キリストは彼をはるかに超えた技を行うでしょう。より強くサタンが働くからです、ね、だから偽キリストはサタンが働いて、まあ、技をなすことですね。ああ、すいませんね。座っていいかな。ありがとうございます。秋元牧師じゃないんですけど、ちょっとね、別に、秋元さんだったっけ？なんとか病気名。私は全然そんな病気じゃないですからね。単に昨日寝てなくて、この時間になるとね、今日山本牧師も女優牧師も元気だから、私がなんか寝そうになってるだけの話です、ね、で、すみませんね、さて、40ページ真ん中ね、さて偽キリストは誰かと考えていますと、ローマ法王ダライラマなどが浮かんできます。ただダライラマは確かに影響力は持っていますが、世界を反キリストに向かせる力はないでしょうね。世界的な力があるものと考えますと、ローマ法王ということになります。偽キリストは復興するローマ帝国にありますので、ヨーロッパ、特にローマにいるという点においても妥当です。つまり偽キリストはローマ法王の座に、まあカトリックの方々がね、怒るかもしれませんけれども、でも世界的な影響力を持っている宗教指導者だったら、間違いなくローマ法王ですね。ヨーロッパから出てくる宗教的指導者で、そして、復興するローマ帝国が流れてくるってなってくると、まあ、ますますそれは強く、可能性は強くなりますね。十数年前、バチカンへチームで行きました。初めて行った後、次の日はどうしようということになり、少し論争になりました。皆はあっちに来たい、こっちに来たいといろいろな意見があったのですが、私はもう一度バチカンへ行きなさいと示されたので、皆をバチカンへ連れて行きました。
合わせたわけではありませんが、その日のディボーションの箇所はなんと黙示録の13章第2の獣偽キリストの箇所でした。1年1回しかディボーションで出会わない場所でした。さて、バチカンに行きますと、私のすぐ前にローマ法王、当時のローマ法王ね、ヨハネ・パウロ2世が現れたのです。周りには私たちを含めて少数の者しかいませんでした。まさに顔と顔を合わせたのです。その後、私たちは法王の主催する小さな集会に出席しましたが、出会いにびっくりしたとともに、ディボーションの歌詞との一致に驚きました。私はこれを偶然とは思っていません。主の示しと感じました。大の獣、時、獣、つまり偽キリストはローマ法王です。今のフランシスコ法王がそうかどうかはわかりませんが、どちらにしても法王が獣であるのは確かと思われ、確実と思われます。この偽キリストが反キリストを助けるのです。ハウガイの時も、この偽キリストが大活躍すると思われます。だから、ローマ法と考えて、ローマ法が反キリストを助け、そしてハウガイの時に大活躍するということなんですね。でも今の動きを見てたらそう考えられますよね。だってこうバチカンでミサをやるときに片一方にゴマを高したりするわけでしょ。それで世界宗教者会議ってのやって、ね、やっぱり指導者は絶対法というかカトリックの主催になるでしょうね。やっぱり一番影響力があるからね。なってくるとやっぱり可能性が非常に強くなると思いますね、うん、で変な話ですけど、可能弱ければそんなことはないけど、力を持ってるからね、分かってませんけど、世界に行ったら特にヨーロッパに行ったら絶大です。これはローマ王というのはね、下手な政治家よりはるかに力を持ってます。これはだからそれでね、なってくるだろうということですね。で、もう一つは示しですね。ちょうど黙示録の13章、1年に1回ぐらいしか来ない黙示録13章のところが、その日のディボーションで、ちょうど偽キリストのことが書かれてあったと。ね、そしたらその日に、ちょうどローマ法にバチカンにもっぺん行けっていうから行ったらあったと。しかも少数の姿は実は顔と顔を合わせるような感じだったんですね。なんでそんな少数の姿に入れちゃったのかわからないですけどね。よくそういうこと起こるんですよね。なんだっけ、あそこに電話高いに行ったら、なんだっけ、チベットの何級だったっけ、チベットのポタラ級に行ったらね、普通入れないところまで入れちゃったとかね、なんか政治家の偉い人と間違えられて一緒のグループと思われてね、本当そういうことが起こるのよく、まさに神の手があるからですね。で、この時もなぜか知らないけどそこに入ったわけですね。みんなが会って会うんだな、と小さな集会だから特別なところに、入れたわけですよね。で、迫害が来るんですけど、どういう形かというとね、これは教会でもありますし、ベトナムもそうですけども、ヨーロッパもそうだったんですけど、教会を迫害するんです。つまり主に従う教会を、主ではなく、なんていうかな、世の王、あるいは、その世の権力ですね、国に従う、ね、神様ではなく、主ではなく、そういう方に従う、ね、王に、あるいは国に従う教会。別に国に従うのは人なんですよ。でも主とぶつかったら主に従うでしょ、ね、偶像拝めって言われたら、ね、反キリストの塔拝めって言われたら拝めないでしょ、ね、心の中で礼拝してるから構わないとは言われないですね。それダメだって書いてあるから黙示録にね。だから主に従わないっていうか、主ではなく、ね、人間を、それこそさっき言った人間を中心にする、その教会が主に従う教会を迫害する、政府につく教会が、政府に妥協する教会が、あくまで主に従おうとする教会を迫害する。直接手を下さない政府は、で自分たちは迫害してないっていう、それは主に従わない、ね、政府に従う教会を使って、彼らからは政府に従わない、主に従っている教会を迫害するわけですね。だから我々は直接してないってことなわけでしょ。これをやるわけですね。私はかつて2回ほど
中国の近い教会へ聖書を運びました。その時有名なワンミンタオを含め3人の20年以上投獄された代表的な地下教会の指導者と会いました。迫害は厳しいものだったのそうです。さてその中国の教会迫害は政府に直接迫害されたのではなく、最初は政府の手足となった教会が迫害をしました。つまり政府に迎合している教会がキリストに従う教会を迫害したのです。このパターンね、昔は三次愛国教会ってね、教会を迫害しました。今三次も随分変わったようですけどもね。でまた私はベトナムに 2,3 回聖書を持ち込んだことがあります。地下教会の牧師をしている A 牧師、パスター A って言うんですけどね、 A 牧師の教会を持ち込んだのです。この教会は小さな家の教会の集合形でした。改修は全部合わせると5000と言われていました。彼らは迫害されており、彼らの多くは投獄経験を持つ人たちで、投獄されるのは献身の印と言っていました。まるでヤクダのあれみたいで ね、お勤めって言ってね、牢屋に来ますけどね、献身の印って、ね、何回いられたって、へえ3回でってまだまだ浅いと言われて ね、 ね、まあ、投獄されるのは献身の印と。その彼らがベトナムの迫害は教会によってなされていると語っていました。政府に迎合し政府に従う教会が迫害をしたのです。政府は直接手を下さず教会を手足として用い迫害していました。教会は味方であるはずが敵となっていたのですと。だから教会は教会を迫害するということが起こるわけですね。我々も本当に主に従っていくと そういうことがこれから起こってくると思います。観覧時代も同じことが起こるでしょう。黙示録18章24節に、また預言者や生徒たちの血及び地上で殺された全ての人々の血がこの都の中に見出されたからだとあります。この都はバビロンを表し、終末における主に反する偽キリストを貸しとする宗教組織を表します。僕が言わせておきましょう。19章を挙げたら出てきますね。パッと。その一つ前ですね。黙示録18章24節。また預言者や生徒たちの血、及び地上で殺された全ての人々の血が、この都の中に見出されたからだと。この都はバビロン。週末における主に反するリセキリストを貸し出す宗教組織。リセキリストを貸し出す宗教組織ですね。そこに預言者生徒の血とあります。彼らはキリストの名を語りながら神の教会を迫害し、預言者生徒たちを死にまでも至らせるのです。地上最悪の迫害と殉教の時代がやってきます。まあ地上最悪の迫害と殉教の時代ね、教会が教会を迫害して、これは厳しい時代ですね。でもそういうことがね、間違いなく起こるでありましょう。第五の封印で殉教師たちに、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらく間休んでいなさいと言われているぐらいですから、この時代にたくさんの殉教者が生まれます。まだ殉教者が満ちてないからしばらく休んでろって言ったわけですね。点でね、だから殉教者がこの時代にたくさん生まれると。殉教するかもしれないなと思った人います？2人だけ3人だけか、 あとは殉教、4人ぐらいですかね。これからの時代、別に殉教ってすごいそのなんか怖いとか大変だっていうんじゃなくて、黙示録の時代に来たら死年死は少ないと思います。まあ最初の3年半はね、刑期までいかなかったら、まあ死年死するかもしれないけど、まあ殉教でする人も最初の3年半に結構いるでしょうし、殉教っていうのは日本にいるとなんかとっぴもないことにまだ今あると思うんですね。でもこの国は歴史的に見ると最も残虐な国なんですよね。食殿の祈りを堂々といつでもできる人って少ないと思うんですね。例えばブラハムカトリック教会が250年間隠れていたじゃないです か、 だからそのね、そういうなんかこう表に出さないっていうのはね、なんかあるんでね、信仰を出せない。ただブラハムたちはね、あの時神父がやってきて本当元気になってね、出して、それで4番区で起こるわけですけども、でも今プロテスタントもカトリックも村上も
なんか本当にボアゲンして主に振られないと信仰はあんまり表明しませんよね。隠してる傾向はありませんか。皆さん違うと思いますよ。皆さん聖に満たされてるし、ね、でも結構信仰を公にバッと出さないで隠す傾向ってありますよね。日本の場合食殿の祈りをね、堂々とね、みんな周りが誰がどこの食堂にあるとね、静かに黙って祈るんじゃなくて大きな声でね、ニコッと笑って、神様このご飯ありがとうございます、このリンガハットを祝福してください、アメンと食べますかね。ジョイフルを祝福してください、ね、持ってきてくれたウェイトレスさんはありがとうございます、おいしく楽しく食べれますように、アメンと言ってね、やらないですよ日本人って。でもアメリカ行ったら同じ日本人が手つないでね、お祈りしてね、おいで平気で食べる。そしてね、示されたらね、かっこいいですアメリカ人って、レジでね、あそこのテーブルの人のお金払っておきまして先に払って帰ってくるんで、名前も言わないでね。そういうことがアメリカでは普通に起こるんです。もうね、B もすでにもう1回か2回体験してるでしょ。やっぱり文化の違いだよね。キリスト教が根付いてる文化のね。まあちょっと脱線したから元に申しますけれども、まあ、そういうことがあるわけですね。で、だからまあ殉教の時代に入ってくると思うので、殉教する人は結構いると思います。驚かないように。最初はねあれでしょうけど、そのうち普通になると思います。で、それを怖いななんて思わないように、どうせ人間死ぬんだから、地上の人生終わるんだから。自然死で生きたい人います、遠慮なく。あ、自然死で生きたい、私どうせ死ぬならね、一瞬にしてね、ただし条件です、一瞬にして殉教したい。だから上手い人に打たれたいね。こうかすめてピッピッとか言うのダメ、一発で一瞬にして仕留めてもらうってね、もうはって天に行けないですね。切る場合でもね、上手い人だったら一瞬でしょ。パッと切った瞬間に死ねますよね。ああ、外れたとか、ああ、外れたとか大変ですよね。ものすごい痛いよね。そういうわけ嫌だね。ね、病気とか自然死もそんな必ずしも簡単じゃないですよね。苦しんで痛んだりするから、それなら一瞬にしてね。でも、人間はいつかこの地上の人生終わるんだから、自然死でももちろんいいんですけども、病死でもいいんですけども。やばい。キリストのために神様が認めてくださる殉教というか、キリストのために死んでたら、いやー幸せだと思うけどな、思いませんか。 ただし転んだら嫌だから、いじめられるのなし。ね、それね、まあちょっとすいません脱線しましたけども、まあそういう殉教の時代になってくると思います ね。で、もう一回読みますよ。第五の福音で、殉教師たちにあなた方と同じしもべ、または兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間、休んでいなさいと言われているぐらいですから、この時代にたくさんの殉教者が生まれます。ある方々は、迫害殉教は昔のこと、野蛮な時代のこと、今は関係ないと思ったでしょうが、迫害殉教はこれからが本番なのです。観覧時代、特に大観覧時代が、歴史上迫害と殉教の最もひどい時代となるでしょう。それは、最初は政府直接というよりも、政府が教会を通し、教会が教会を迫害するという形でしょう。教会は主に従う教会と主に敵対する教会の2つに分かれます。残念ですけどね、私たちは見分けなければなりません。真にキリストに従う教会と世に流される教会をです。この主に反する教会は聖徒預言者を殺したりしますので、ちょっとの見解の違い、立場の違いでは片付けられなくなります。ちょっとした聖書の解釈って問題じゃないですね。例えばアメリカでは悲しいことに、同性婚なんて言うとうまいこと言いますが、ゲイとかですね、それを認める、で認めない教会だって言われてるんですよね。だからでも聖書から言ったら、どう考えたって同性婚なんか認められないですよね。どう考えたってね。だから同性婚っていうか、ゲイの人を裁く気はありません。ゲイの人は病気と一緒だからね、本当にその人たちを愛して、そういう人から解放されるように祈り対応するわけですね。ですが受け取るけど、病気の人が治ってほしいように祈り解放されるように願う、ね、ゲイのままでいいわって言ってね、
ね、結婚、じゃあ結婚しましょうとか、ゲイってね、そういうゲイのないことをしちゃいけない、ね、何かっていうと、 でも世の中的にはそうなってきてる。明らかに聖書の御言葉に立つ方の教会が極端な教会、おかしな教会と言われてるようになってきてる、ね、まあ、明らかにずれてきてますね。アメリカでそうですけど、日本もアメリカの波を受けますから、まあ、そうなってくるでしょう ね。でイエス・キリスト以外に救いがないって言ったらね、そんな極端なことを言うなっていうのは今でもあるわけですからね、考えられないですよね。でもカトリック教会もかってはそのために命を懸けたけど、残念ながら今イエス・キリスト以外に救いはないって言い切ってないところありますよね。プロテスタント教会だって一緒ですよ。そういう教会がある。で、これやっぱ明らかにずれてきてるわけですね。で、観覧時代、特に大観覧時代が歴史上迫害の授業が最もひどい時代となるでしょう。まあ今言ったことですね。で、迫害と殉教の時代は、観覧時代の初めから始まっていますが、本当に厳しくなるのは後半の3年半、大観覧時代です。大観覧時代に残ってしまったクリスチャンは全て殉教します。ですから、不幸にして軽挙で残ってしまったときには、すぐ祈り備えをしなければなりません。大丈夫だと思うけど、もし残ったら、小市君と連絡を取って、安定教の人や土木師に連絡を取って、長崎の人は小市君に連絡を取って、そしてすぐ祈り合わないとね、国民が押されても屈服しますようにって、ね、反キリストの動画を見ているときに決して拒むことはないようにってね。さて、黙示録13章6節では、そこで彼はその口を開いて、神に対する汚し事を言い始めた。すなわち神の皆とその幕や、すなわち天に住む者たちを罵ったとあります。彼は反キリストのことを表しますが、彼ね、反キリストは。反キリストの一つの特徴は、汚れた口で大口を叩くことです。汚れた口でね。彼は聖女に自分の座を設けるだけではなく、神とクリスチャンを汚すことを言います。彼はサタンに取り憑かれた小さな愚かなものにはもかかわらず、自分が神に変わろうとします。生理的に世界を支配するだけではなく、彼は霊的な権威を奪おうとして、霊的にも支配しようとします。その歩みの中で真のクリスチャンに敵対し、迫害し、多くの者たちを殺していくのです。その中で興味深いのは、天に住む者たちを罵ったというところです。ある解釈では、これは軽挙され天に挙げられた者を罵ったという意味となりますが、私はこれは正しい解釈ではないかと思います。観覧時代の真ん中、第7のラッパの時に軽挙が起こります。その直後から反キリストの口は猛威を振り始め、軽挙された者を罵るのですと。ここで軽挙された人たちが出てくるんですけども、その軽挙される人たちを反キリストはもう口を激しく呪い始めていくというふうにね、書いてますね。で、まあ、そういうことが起こってくるということをね、書かれております。まあ、すみません、時間が来ちゃったから、もうこれで終わらなきゃいけないんですけども、次は、これ、ね、丁寧に聖書を引いててもいいんですけど、まあ、ちょっと立ってまでいきますね。5章、ユダヤ人、イスラエルへの迫害。クリスチャンだけじゃなくて、終わりの時代はユダヤ人、イスラエルに対しても迫害が来るわけですね。ね、まあ、報道がね、今偏ってますからね、日本人はすごく洗脳されやすい。テレビやメディアが言ったらみんなそうだと思う。だからイスラエルとパレスチナの問題でも、もうパレスチナの方が、イスラエルの方がなんかすごい悪いように思うでしょう。ね、無理して入植をしてって。でも、パレスチナも結構イスラエル殺してるんですけどね。ね、例えば私が小川さんと喧嘩したと。すいませんね。でね、私が小川さんにこう、ね、怒ってね、で頭をコンとこづいたと。その映像だけ流すとね、なんて気迫さ短気でね、あんな優しい小川さんをね、いつもマックに連れてってくれてるのにね、ね、なんてことだって思うわけですよね。でも実は私が怒ってこつく前にね、小川さんがですね、密かに私は足を引っ掛けててね、そしてですね、私のチョコレートを取ってたと。その映像は流してない。わかりますってこと。ユダヤ人がパレスチナ人を殺してる写真、映像ばっかり見せたら、ユダヤ人とんでもないんだけど、じゃあ逆にパレスチナ人がユダヤ人を殺してる写真を載せたら、パレスチナとんでもないってことなんです。報道なんていくらでもできるんですよ。だからね、騙されないようにね、本当に。日本なんか特に、いろんな通信社から
情報もらってうもう映してるだけだから特派員は言ってはいるけど同じことしか言わないから、ね、まあ、自分の意見を持っていいんでしょ、各新聞社もね、その立場を持っていいんだけど、だから大体似てますよね、ちょっと三極右寄りぐらいなもんで、ね、トランプさんに関してもいいとは言いませんが、やっぱり壁を作るってことしか言わないでしょ。あの人壁を作って真ん中にちゃんと入り口を置いて、その入り口から正々堂々と入ってくる正当な移民を受け入れると、不法移民が多すぎるって言ってるんですよ ね。それも確かにそうだと思います、ねね、だからだからね、あの壁を作っていいと言ったわけじゃないけど、あの壁を作るってとこしか報道しなかったらね、なんだってことになるでしょ。でもあの人たちは壁を作って真ん中にちゃんと入り口を作って、その入り口から入ってくるちゃんと人たちを受け入れるって、移民はダメだってじゃなくて、きちっと不法移民が困るって言ったんですよね。で実際不法移民がいろんな問題を起こしても事実だからですね。で、あの皆さん、日本はほとんど受け入れてないんですよ、難民を日本こそもうちょっと難民を受け入れていいんで、であまりも受け入れてないんですよ、ね、金儲けのためだけにアジア人を呼んできて安い賃金で雇ってるだけ、ね、それだけの話ですよね。だからまあ、すみませんね、あの別に私はトランプさんがいいって言ってなくて、その報道の話をしたかったんですけども、だから本当の時代を見分けてくださいね、何が正しいのかね。あ、2時になっちゃいましたね。それじゃあ、まあ、今日はここまでにします。天皇と様、学びの時ありがとうございます。安らかにお願いします。アメン。